皆さん、こんにちは。あの人物が見た幕末、明治の世界へようこそ。今回は幕末、明治初期の北海道について簡単な解説とともにご紹介していきます。北海道の歴史はそこに住む人々の歴史といえます。北海道の先住民族であるアイヌ民族とは人との交易対立の歴史、そして明治維新後の北海道開拓史時代を経て北海道の歴史は大きく変化しました。古写真とともに当時の風景を見ていきましょう。明治初期、小樽港から見た風景です。択捉島の漁夫の写真、頭にタオルのような布を巻いている人が多いですね。軍艦吉野、明治期の撮影。1893年イギリスで竣工、日清、日露戦争ほかに従軍。第二機関射程射場前、停車の写真、明治期撮影。連携号の試運転の際の記念撮影。洋風な帽子をかぶっている人が多いですね。札幌の砲兵館。砲兵館は開拓使直属の貴賓用ホテルとして1880年に建築された木造洋風建築物。最初に宿泊されたのは明治天皇でもある由緒ある建物。渥美直重、元会津藩士の屯田兵少尉。当時政府は開墾を目的に大量の士族を募り屯田兵の制度を導入。明治9年に旧会津藩の13戸が入村。渥美もその一人であった。明治初期に北海道外国から守る警備の一方で、北海道を開拓するため本州の各地から北海道へ計画的に移民に来た人を屯田兵と呼びます。明治3年に西郷隆盛の計画のもと、当時開拓次官だった黒田清隆が屯田制を建立したと言われています。本格的に屯田制が動いたとされたのは明治8年となり、現在の札幌市西区琴仁地区、当時の琴仁平村縁の入植によって開拓の動きが活発になったとされています。屯田兵は準備金を自分で用意しなければいけませんでした。準備金とは渡航費、ピンチの初年度生活費、また拠点となる開拓小屋建築費用、その他生活をするにあたり必要経費となる費用は当時の金額で200円と言われていました。当時の1円を現在の価値で換算をすると、当時の1円は現在の3800円相当になります。単純に200円で考えると、現在で76万円の費用が準備金として用意しなければいけない状況だったのです。移住民の伐木、開墾の風景。巨木との戦いはマサカリとの小切り、クワだけほとんど人力でした。植民地区画調査のためサロベツでの野営風景。この家族の住居は掘った手柱に樹皮やぶき、笹などの粗末な建物、間仕切りもなく床は土間であることが想像される。大野村、桑畑開墾地の坂田県氏族。旧屯田兵家族の写真。ことに屯田営村、札幌ことに村に建設された最初の屯田兵舎群。釧路国、屯田兵田村の一家族、諸国の士族440戸が屯田兵として入地した。ことに村屯田兵の開墾状況。木も太く開墾も大変だったことでしょう。ことに村屯田兵の開墾着手記念撮影。1875年撮影。最初に57戸213名が入植した。札幌教本陣、明治8年には
開拓子女学校として使用された。古来蝦夷地には先住民としてアイヌ民族が住んでいた。蝦夷地は本来アイヌ民族のもので、彼らの土地アイヌ・モシリであった。新政府はアイヌ民族を日本に同化させるため、アイヌ民族のなりわいを奪い強制移住させ、言語や生活風俗の禁止などを行った。このためアイヌ民族の生活は破壊され困窮した。アイヌ民族の家族は一つの家屋に人組の夫婦と子供たちが住み、子が成長するにつれ新たに家を建てて別れていくことが多かった。かつては娘が婚期に達すると地続きに小さな家を作って一人住まいをさせ、婚に訪れる青年の中から両方の気の合うものを選んで婚姻が成立するという習慣もあった。開拓し札幌本町上等式1873年に撮影されたものである。開拓し札幌本庁舎落成記念写真1873年に撮影されたものだが、建物は1879年に焼失した。札幌監獄所明治13年に大通りより稲穂村に移築された。クラーク夫妻と子供たち1876年撮影、来日に際しての記念写真。札幌農学校全家1872年に北海道開拓士仮学校を東京に置いたのが始まりである。アメリカ人教師クラークを初代教頭に迎えて札幌農学校として開校した。札幌停車場明治13年に手宮札幌間に開通した。幌内鉄道の終点に札幌停車場として開業。大日本ビール株式会社札幌工場開拓士がビールの製造工場を建設、民営化後に札幌ビール会社となる。岩村判官と4名の開拓士官吏たち、中央が岩村判官、後の初代北海道庁長官。函館の芸者肌が透き通るように白く感じるのは私だけでしょうか。